どうもこんにちはです。今日もまたここにやってきましたね。今日は2019年11月の16日。なんでこれパスワードかかってるのねえ、これ3、これパスワードをさ、アップルウォッチ3ね、今度アップルウォッチのシリーズ6が出るでしょ。6いいね、スピードが速くなるからね。今日ね、アマゾンでやっと注文しました。このエアポッツのね、エアポッツ、この前の台風でこっちの左側が紛失しちゃったからさ、6800円だったよ。ほんで会社を見たらは、あのイギリスの方だね、あれね。そんで一番安いからそれを注文、第一世代で十分だからね。私の場合は第一世代で十分なのね。うん、して次買うときはあのエアポッツプロだね。うん、プロでね、プロで今度横にこうやってみたいと思いますね。こういうふうに横でさ、サイズが合うはずだから、これこうしてさ、横にね、そんでさ、俺がこう、私がここに来るとき泥でスケボーやってた中学生がいたからね。ね、スケボーやってんだよ、泥で。だから俺が窓開けて叱ったの。泥でやるんじゃないっつってね。危ないからっつって。うん。ちゃんとね、そういうことを教えないとね、日本人はね、そうやって育ってきたんだからね。ちゃんと教えましょう。泥でスケボーなんかね、とんでもないからね。私はそう思いますよ。というわけで、これいっぱい、これいっぱいイヤホンね。イヤホンでしょ、イヤホン。これこれね。ほんでね、この下にもあるんだよ、これ下。今日のアイテム紹介。これ、おい。これ、これがこの釣りバンドの下になってるのね。これね。ほら、ほら。ほんで、これが、ほら、これね、これ紹介する、こういうアイテムのね、こうで、ここにこう、ほら、ここにこれハイレゾのイヤホンをこう引っ掛けますね。ここにこうさ、こうやって、これはこっちね。ほんでこっちのイヤホンはこれがいいんだよね。これがね、昔のほら、ウォークマン、ソニーのさ、ウォークマン時代だった頃の名機、E808 だったかな。これ、要するに、これよ、これ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 。これが、音がご機嫌なんだよね。だから私これね、捨てられないの。もったいなくて。だからこうね、はめといてね、ね、こうね、はめといて、ここにこうに引っ掛けてさ、こうふうに。こうやってね、こうやって使っております。こうふうに。どうさ。で、電源はこれね。電源はこれ Bluetooth ね。 Bluetooth、 これ100円ショップ、 Bluetooth で電源はこれね、これこっから常に満タンになっておりますね。直結だから。
だってエアポッド4時間で切れちゃうんだもん電源さ。やだよね。一番完全な時にさ、プペプペン終わり。でこのバッグの中には何が入ってるかっつってね、いろんななってるんですよ。まず一番大事なのがね、これね、うちの姉さんから私が就職祝いにね、40年前俺私が18歳の時にもらったプラチナ万年筆ね、18金ですよ。これね、これが詐欺っぽかけなくなっちゃったのね。かけなくなっちゃって姉さんのところに電話したらば、これ18金は高いから、うん、なんとか騙し使いなさいって言われたからさ。だから私はそのこれこのキャップ これインクはいっぱい売ってたからさ、ね、送ってもらったのね。これインクはいっぱいあるんだよ。あ、ほんでこれにこれ引っ込むでしょ。引っこ抜いてね、こうやって直結して使ってますよ。直結で、そしてそれでも書けなくなっちゃったから、どうしたかというと、これ捨てたくないのはですね、この詐欺っぽをビーッと削ってね、あのシャフペンにしたのこれね、バッタリアにしてさ。でそれが書き心地ご機嫌なんだよね、シャフペンに。でシャフペンってね、下手な字も綺麗に見えるんだよね、あれね。シャフペンにしてさ、トーン記号とかさ、こう書いてさ、フラットシャープとかさ、これシャフペンですよ。シャフペンにするとこのソケットも使えんの。このソケットは青と黒2つあるからね、これガシッと差し込めば、シャフペンにしたらばちゃんと書けるようになったんですよ。うん、俺シャフペンなくてさ、シャフペン一本欲しいなと思ってたんだよね、シャフペンが。つうかこれシャフペン持ってんだけど、これほら持ってんだけど、もうダメなのよこれ。まあこれスポイト状でさ、ほらスポイト状でインク吸うタイプでしょ、持ってんだけども、詐欺っぽがもう作りがいい加減だから、これさ、ほら言い残しなと思ったの。そしたらこれをシャフペン代わりに、シャフペンに改良したのが、私18金のシャフペンですよ。太さもちょうどいいのね。これが私の宝物ですね。ほんじゃあと何が入ってるかっていうとね、これがさっき説明したハイレゾのイヤホンでしょ。でこれがソニーの音のいいやつでしょ。これね、1000円以下でね、あのリサイクルショップで売ってるから買ってごらん。これソニーの動くマン時代の、これはもう音ものすごい、昔の懐かしい音が出るから。ほんで次何入ってるかっていうとね、これリピートマークとかさ、いろいろさ、ダルセイのマークとか書くやつね。それでこれがタッチペンなんだけど、これがこのタッチペンが一番いいね。まあいいや、これは見せたってない、タッチペンでしょ。あと重宝してるのがね、ね、この中に絶対入れてるやつは何だと思いますか。100円ショップのこれバッテリーチェッカー
バッテリーチェッカーですよこれ。ほら乾電池のバッテリーチェッカー入れてるのね。これで重宝してるからね。あとはさ、あとは消し込むでしょ。ほら消し込む、消し込むがあってさね、あと筆ペンでしょ。で一番肝心な鉛筆、鉛筆も入ってんですよちゃんと。だって鉛筆で一番使うでしょ。どっか行っちゃったね鉛筆ね。鉛筆ちゃんって言っておいで。いやがって出てこないわ。あれ鉛筆ないよ。俺持ってきたはずだよ。まあいいやな。家になんだ家にね。これをこう入れておきますね。こういうふうにこれバッテリーチェッカー、バッテリーチェッカー、これ財布ペン最高ね。あとこれこの吊り下げるスタイル、これもこれも100円で売ってっから、これね、これもこれスマホ立てでしょ。ほらスマホ、スマホごと立てるやつなのこれ。もともとはさ、もともとはこうやって使ってますからね私ね。ほらこれスマホを立てこれをこう潰して中に入れとくだけなのね。この使い方が一番便利。落っこ出さないしさ、なくさないでしょ。だから私イヤホンいくつあるんだろうね。1,2,3,4あと5。うん、アップルのエアポッド第一世代の左今日注文しました。値段6,800円、アマゾン。あのさ、ヤフーショッピングなんかあれ卑怯だよ。1万円以上吸ってたら知ってんだよ。それでヤフーカード作ればさ5,000円にしますのって、そんなバカな話ねえよね。そういう商売ね、悪どいんだよ。それたった2年しか持たないさ、あのイヤホンですよ。1万以上だよ。1本は。エアポッツ。それでヤフーカード入ればさ、ねえ、5,000円にしますので、そんなバカな話ある方だよね。だからヤフー切らないの、俺。ヤフーは。損なんとかってですよ、あれね。本当に損こいてるよ、あの方は。うん、ヤフーショッピング。たまに買うけどさ、ないときはね。でもヤフーの方が高いんだよな。いや、やっぱさ、アマゾンの方が安いけども、うん、でもちゃんと返品も効くしさ。ね。ほんで今日、iPad Pro にね、iPad Pro 用のいろんなやつを買いました。うん、Amazon から、うん、まずオレンジクリーンが妻が欲しいっつうからさ、大瓶買ったのね。オレンジクリーンとね、あとなんだっけ、あれ、タイプ C のメスの方がないのね。タイプ C のオスを入れるメスを入れて USB3.0 へ差し込むやつ、うん、それを2本買いました。1本900円ぐらいだったね。 3.1 スピードの速いやつ。
ほんでハードディスク回るね、ちゃんとね、あの iPadOS 分配してもハードディスクは回ります。うん、回ったもんだって。うん、でもハードディスクじゃなくて、私ね、次買うとしたらばね、あの M2 の2テラウエスタンデジタル社ブラックのやつ、 NVMe だっけ、あれ2テラバイトのね、それ今1テラバイト使ってるでしょ、それ2テラバイト買っといて使っててさ、パソコンの容量が足りなくなったなと思ったら入れ替えればいいんだもんね。こうクローンしてさ、パソコンに2テラ入れてさ、だから次の最大の目標はそのウエスタンデジタル社のブラック2テラ、うん、 SSD だね。あとはなんか普通のさ、あれスピードが速いからね、3500度とか出るから、あとは普通のさ、ウエスタンデジタルさ、あの韓国のサムスン製はいらない、もう韓国製は信用できません。ぶどまりは悪くなったからね、不完全な商品が入ってくるから韓国製は買わない。うん、だって日本のさ、そのね、復活水素とか言ってないんだからさ、変な不完全なものが来るから韓国製品はこれから一切買いません。テレビでも何でも、安くとも韓国製はオミット。はい、これが私の考えです。だからサムスン製は買わない。うん、スマホでも何でもいらない。というわけで、これが私の今の意見ですけども、あと、もう今日紹介したいのは、本命はね、これなんだよね、トランペット妖精ギブスっていう名前つけたんだけどさ、これ要するにこれよ、これセリアで100円、セリアで100円ね。これは100円だから2つ買ったのね、2種類。これがついてるやつと、この真ん中がついてるやつと、この真ん中のついてないやつね。で、今この使ってる、ほら、これはこの真ん中のついてないやつ、これじゃないやつですね、これじゃないやつね。これいいですよ、これをこうやると、うん、すごいね、サイボーグみたいな、なんとなく音が出やすいからね、だからやってんですよ。というわけで、今日も本当にこれおすすめですよ、これはおすすめ、100円だもん、セリア。これは今までやってたアマゾンで800円ぐらいだね、これアマゾンで800円、でも100円の方がいいよね、これ100円だもん。セリアさん、ありがとうございました。今日も練習していきます。
今のあの音だけどさ、だこういう音じゃねえんだよね。あの音が裏返ってんのね。こういうのはダメ。飛び出たら指で押し込めばいいんだろうね。別にさ、私の場合は簡単だからね、腸がポロッと飛び出たらばグッと押せばいいの。だからこのストーマーつけた先生があんまり力むなって言われてんだけど、このストーマーを飛び出させるように吹けばいいんだよね。要するにそう、ストーマーから腸がぴょろっと飛び出すぐらいの腹圧をかければいいのね。あのさ、明日練習日ですけども、一応あの私のロイヤルのコンボの譜面全部あれ持っていきます、明日さ。そんで赤本全部皆さんに配ってね、そんでね、あの演歌だからトラペット一丁上で吹けばいいんでしょ、パッとさ。でいろんな曲あるからね、何番何番とさ全部人数分揃ってるから、アルトサックス、ギター、ピアノ、ドラムね、ないのはテナートラッパだけ一応持ってってね、あれを眠らせておくのはもったいないもんね。あのロイヤルの先輩方がみんな作ってくれたやつだからね、大いに活用してみたいと思います。よろしくです。